ノーヒルドバドバの勝利。アドレナリンが。素晴らしい試合。中日と横浜の試合。松葉が5回まで201球を投げて降板したドラゴンズ。しかし、そこから中継ぎ陣が踏ん張り無失点に抑え込んだ。そして、7回には三木屋とカリステのタイムリーで3点をもぎ取った。今年のライデルはクッソ省エネで投げてるな。最後のライマルが圧巻すぎる。ありがとう。今日は守備で勝ったと言っても過言じゃない。見事な完封勝利で連敗をストップしたな。面白い試合やな。なんで昨日見に行ったんだろうと虚無になるわ。3点のつながりを見れて嬉しい。三木屋とクリロドの二遊間は神なのかもしれない。完封しないと勝てない素晴らしい球団。なんか今日は勝つべくしたかった試合やな。石川の特大ファールを見て希望を感じた。クリロドも成長したね。二軍で腐らずに練習したんだと感じた。開幕戦よりめっちゃいい。最高の試合ですよ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。